こんばんは。暑いっすね。あ、ね、マジで家にいたらエアコンを消す瞬間なんてないよね。やっぱでもそれでも土日家にずっといるとエアコンつけっぱもなんか良くないよなと思って夜の温度次第で消してみたりするけど、そうするとやっぱ朝が苦痛ないよな。起きた感じの、起きた時の朝のペッパリ具合が。あれ、タイマーつけました。このマイク結構あれだよね、本当に目の前で喋んないと拾ってないよな。タイマに合わせて動きましょう。3、2、1、はい。膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。膝が上がりにくければできる範囲で OK です。ラスト1回、はい、 OK です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。股関節周りを柔軟にするストレッチです。ラスト1回、はい、いい感じです。子供ってさ、体育の時間でさ、続いて背伸ばしストレッチ。体育の時間をしてればあれじゃん、大きく踏み込んで腰を落とします。運動不足とかないんですけどみたいな感じじゃん。背筋が伸びているか意識しましょう。なんで大人は違うんですか。腰を反らないように注意しましょう。体育の時間で週に2時間ぐらいしかなかったかね。ラスト1回ずつ。内股に来る。マイク遠い。はい、OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。慣れてくると動きが小さくなりがちです。気をつけましょう。腰痛予防にもつながります。はい、なんだその腹。ラスト1回ずつ。これなんかこの服の組み合わせすごい腹出るね。お疲れ様でした。でもちょっと前よりは腹出てないと思うんだけどな。ボスいけるかな。頑張ろう。はい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 。あー戻りますね。おもんな会話聞かされてた。たるいわーって思ってたら飛ばしました。おばちゃん今日もリングフィットやって偉いね。はい、頑張ります。若干細くなったね。そんなわけないね。だってみんなに配信で見せてるこの場面でしか運動してねえもん。だからそんなわけないね。確かに腕ちょっと細くなった。そんなことないね。ほらこの角度、腕太っ。うちが腕細く見えるのここだけだろ。ここ腕太っ。ただのご機嫌取りのごますりだから。はい、今日はこの画角の通り、あの地面に座るやつをメインでやっていこうと思います。なんか座る系の方がね、あの体に響いてて筋肉痛がすぐ来る気がする。わろとるで、ツイッターで二の腕細くなったノウハウ書いてたツイート、こんにち、いかやく。もう今毎日のようにそんなツイート見かけるよな。興味ないです、興味ないですっていちいち選択してるわ。
いや、なんか楽なやつを消してこうと思ってるんだけど、大体どれも楽じゃない。攻撃力上のやつ、ヤッフー、攻撃力上のやつ大体設置してるから微妙なんだよな。もうこれで終わりますけど。おもんなはこれで溜まってる分は終わります。上げ下げコンボ。これ走るときサイレントモードみたいのなかったっけ。え、それこれしっかり動こう。うちが今やってるサイレントモードだよ。同じゴミ箱に切れめたように入ってんの。リズムに乗ってダイナミックに動こう。リングフィット30分ありがとう。頑張れば今日やります。今日ちょっとなんかやれるかなみたいな、やる気に満ち溢れています。あと5回。横に切れ目大量に入ってんの。なんでそう見えんの。柄ね。声が軽い。笑。あ、小さいじゃなくて軽いね。やっぱなんかさ、この二の腕を鏡で見るたびに若干へこむんだ。よっしゃ、ラッキー。ナイスー。若干どころか応援にへこんでもらいたいが。いや、うちだいたい部屋でさ、ブラキャミでここまで見えてるわけ、鏡でね。もうそしたらさ、こんなんなわけ。なえるよね。ババアの腕。つらいにゃ。よし、動こう。姿勢が悪いから予定が出せないよな。膝は前に出さずにもっと腰を。あ、ツイートで見ました。それ美人は常に全然足も分かんない。常に意識、あの綺麗な姿勢を保ってて、綺麗な姿勢を保つことで体も鍛えられるし、綺麗に保ってるからあのお得ですよみたいな。他の人にもなんかよく見えてお得なんですよねみたいな。だから常に美姿勢を意識するといいんですよみたいなツイート見ました。ポチパー佐藤二郎ちゃんとしてました。あれさ、そう配信で言わなかったけどさ、あれ佐藤二郎だから取り上げられてただけだろ。なんか取り込み甘くないゲームの。ないか。腕じゃなくお腹に力を入れよう。あれ佐藤二朗じゃなくてマジでただの知らないおっさんが演じてたら話題にもなってないだろう、ね、やばい。頑張れふふ。頑張れ。あんまりだったね。もうね、あのツイッターでバズった映画は当たりじゃないということを認めていこう。ハートが少ないよ、気をつけて。ツイッターで話題になってたから見ようは当たりはない。ポーズ。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。お尻の高さはゾンビ探偵みたいな韓国ドラマ気になってる。何それ。ゆっくり戻そう。あ、アマプラのオリジナル。面白いのあるか。ゆっくり戻そう。当たり引いたことないんだけど。いってぇ。身の腕強いな。腕いってぇ。釣りそう。押し込む時。あ、釣りそう。いやー、左腕が痛いよー。痛いよー。
近太鼓の達人もやってねえからな。太鼓の達人してたら多分二の腕を聞いてくると思うんだけど。疲れてきたかな、頑張れ。さっきより腕っぽくなったな。ちょっと二の腕痛いんです。二の腕がつりそうなんですよ。準備体操で二の腕をなんか柔らかくする動きがないんですよね。回復のポーズが腕に深刻なダメージを与えている。休みすぎだろ、早く次やれ。痛いにゅ。なるべく元気よくしっかり動こう。でも突っ立ってきて、ごめん。突っ立ってきて、なんか動かした方がいいんだっけ、伸ばした方がいいんだっけ。あと10回。みんなもやってる。痛いんですけど。何それ知らない。何それ、何この運動したことないんだけど。え、何こんなのが効いてるの。結構楽。最高。腹筋ガード、勝てそう。息を吐きながらお腹に力を入れて。え、気持ち悪い。痩せる努力ってのはね、綺麗な見た目じゃないんですよ。やり方も違ってるんじゃない。かもしれない。なんで運動神経良さそうな見た目なのにうんちなの。なんでなんだろうね。何かとんでもないことしてる。長女と次女はね、そんなことないよ。強力なガード張るしかないね。小学校の頃からね、ずっと運動苦手なの。だからもう生まれつきなんだよな。何曲げんなってか。しっかり腰を落として。無理だぜ。無理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 。あ、下がんね。下がんね。リングコンを強く押し込み、足も曲げ続けて。全然キャラ曲がってねー。全然キャラなし、曲がってなくて草。このこら勝てんわ。上までボタンして。もうそれ前にやったやん。はあ、死んじゃった。1時間やってもあれに今日勝てるかわかんねえな。スマートウォッチも消え去ってて草。スマートウォッチはもう充電ができなくなりました。こうね、時間かかるんだよね、締めんのに。こんな着方しないから。ここでいい？満足？じゃあ休憩タイム。じゃーん、いただきました。ポテコタン、みんな知ってる？コタンとさ、ウポポイって書いてんねん。みんなが呼んでるゴールデンカムイで知ってる言葉じゃん。これめっちゃうまいんだけど、知ってる？うち本気の何やろ。いや、それで休憩したら意味が。これ北海道のお土産らしい。運動中にお菓子食べるんすか。いや、食べないです。なぜならマスクをしているから。休憩タイムにみんなに教えてあげようって思って。本当にうまかったの、これ。北海道のうちが知ってるお土産の中で一番うまいんじゃないってぐらいの。ご褒美でポテチ買ったから仲間だね。アイヌ語で北海道以外はありえんわな。なんやそれ、甘いの、ね、しょっぱいの。これはね、しょっぱいで、玉ねぎとじゃがいもって書いてあって、で、しかもこれ作ってんのカルビーなの。うん、まずいわけない。勝てるのかな。うちあのスーパーガードが一番問題なんだね。足が曲がらないっていう。あら、ポテト以来のときめき。うん、かも。でもこれ
全然見たことなくない？北海道物産展とかさ、よく見るけどさ、この存在し見てなくない？これ系でナンバーワン取ってるのジャガポックルじゃん。敵の色にも注目してスキルを選ぼう。逆によく見る。ステップアップ。嘘、どこで？うち初めて見たよ。なるべく元気よくしっかり動こう。ワン、ツー、ワン。でも唯一の弱点があって、一袋に入ってる量がめちゃめちゃ少ない。お粒ぐらいしか入ってない。そう、空港行かねえからな。すごいよ、玉ねぎはさ、玉ねぎ揚げたやつみたいな感じなんだけど、玉ねぎが強すぎてジャガイモあんまり感じないんだけど、いるのよジャガイモは。最近マジで減ってるよな、何もかも。ね、玉ねぎが、これオニオンフライじゃーんみたいなぐらいの玉ねぎの生感が残ってんの。びっくりしたわ。さあスキルを選ぼう。しんど。ドライセックス。確かに小袋の中めっちゃ少なかった気がする。オニオンフライって玉ねぎ系じゃないよね、すでに。いやいや、わかんない。なんかあの加工した玉ねぎじゃなくて、オニオンフライの玉ねぎって、あのほら、生の玉ねぎを感じるでしょ。わからん。なんか玉ねぎの、何、ぐにゃり感というか、いい表現じゃないんだが、あれがあんねん、このお菓子の。しんどいて。左右を入れ替えよう。唐揚げ食ってる時に生の鶏肉感じて食ってんのか気にか。唐揚げ好きじゃないんで、唐揚げあんまり食べませんし。よしよし、いいね、ナイス、いいね。できたりな唐揚げ大好き女になりたかった。唐揚げくん以外の唐揚げあんまり認めてない。唐揚げ好きじゃない人間とかいるんだっしょ。唐揚げくんは認めるけど、唐揚げくん以外の唐揚げは認めない。スーパーのなんかふにゃふにゃ衣の唐揚げとか認めん。腕じゃなくお腹に力を入れよう。それただの逆張りじゃねえ。違うんですけど、唐揚げよりも世の中に美味しいものがたくさんあるんですけど、メンチカツとかの方が美味しいんですけど、メンチカツにマヨネーズとかつけたら最高なんですけど。逆張りで食う飯縛ってんの痛すぎだろ。美味しくねえっつってんだ。メンチカリッカリの衣の唐揚げは認めてるよ。もうそれあれじゃん、沖縄かなんかの料理でしょ。メンチカツにマヨはダメだわ。いや、そんなね、全般につける感じじゃないね。ちょっと添えんのよ。内股にならないように注意して。メンチ好きって珍しいな。いいね、コロッケも好き。いい輝いてるよ。メンチは当たり外れがでかい。いいね。よしよし。最高。よしよし、きれいきれい。いいぞいいぞ、いいよ、どんどん行こうか。オッケー、いいね。あと3回、よし、その調子、ラスト1回。オッケー、いい動きだったよ。死ぬじゃん。HP が全然足りてないじゃん。ラッキーを繰り出さなきゃ死ぬ。よっしゃ。肩が内側に巻いてるわけ。巻かないの？スクワットって。
パートが少ないよ。気をつけて。足パカパカ。あ、ちゃんま。さあ行くよ。すっきりした美脚に近づける運動かも。思ってるやつと違う。もっとしっかり足を開こう。あ、なるほどね。よくなったよ。なんて？下半身が重い。うまく動かないときはプラスボタンを押そう。よし、ペースアップだ。白目の悲鳴だけでもっちゃっとしてるね。追い下ろすな。あ、終わった。まだ終わってね。いいね。いいよ。ラスト1回。ナイス。よくやりきったね。焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード。キビキビ動いて。腹筋ガードだよ、早く立って。ここすっごいつってるんだけど。しっかりと押し込み続けよう。これがどんだけ楽だったかと思うしよ。ゆっくり戻そう。寝転がる系全部つらい。私の上半身は腕振った。上半身はさ、もうゆっくり戻そう。上半身でさ、下半身の全てを支えるわけ。常に下半身が支えてる上半身はな、通常のことだから何とでもないけど、次役割が逆になったらそりゃ辛いよ。腕の太さをどうにかしたいなら多分フィットボクシングやった方がいいんだろうな。上げ下げコンボ。と意味のわからない供述をしており、元気よくしっかり動こう。楽。寝転がる系やった後発やつ全部楽かよ。逆に元気になった。足を開こう。1、2、あと半分。1、2、1、2、1、2、1、あと10回。2、1、2、1、2、1、2、1、あと5回。これで辛いよって言った私は、上半身で下半身を支える辛さを知らなかったんだよな。ワークマンで買ったさ、スニーカーをどうにか履き心地のいいスニーカーにしようと、何かとんでもないことしてきそうだね。かかとの部分にね、ここにあるしかないね。あの、なんていうのあれ、ほら貼るやつあるじゃん。
何あれ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 名前が出てこん。しっかり腰を落として。出た。リングコンを強く押し込み、足も曲げ続けて。話し続けてくれよ。怖かったけど、よく耐えたね。無理せず、水分を取ろうね。かかとに貼る、かかとに貼るさ、あの滑り止めじゃなくて、出産かっていうぐらいの勢いだな。腹筋ガード、何やつ、おさす、違う違う、ほらあれあれじゃん、靴ずれ、靴ずれ防止のかかとに貼るやつあるじゃん、あれを半分に切って、あの靴のかかとのところに瞬間接着されてくっつけたんよ。そしたらかかとはえぐられることもないだろうって思って全然えぐれたし、瞬間接着剤でくっつけたのに2日後ぐらいには剥がれたわ。だから早くも私はいいスニーカーを探さなければいけない。靴屋に行ったんですけど、あの大手の ABC マートに行っても欲しいスニーカーが見つからないんですよ。リズムに乗って、でも欲しい。あと半分、あと10回、あと5回、最高だったよ。敵がふらついた、チャンスだよ。ラッシュベンド2。二の腕ちゃん、こんばんは。理想のスニーカーとかあるんですか。たくさん攻撃を当てよう。うちさ、スニーカーって今までじゃあ何履いてたのっていうとさ、多分ニューバランスが履いてなかったんじゃないかな。最高、腹筋ガード。いや、柄的にはプーマ可愛いなと思ってんだけど、アマゾンでプーマ買って失敗してるから、で、店先でプーマが並んでて、やっぱいいじゃんと思って履いたんだけどね。やっぱプーマの靴って幅が狭いんかな。うちの足の幅広いみたいでね。だからコンバースとかも履けないんよ。いやー、わかんねえのよな、いくらまで出すべきなのが。よし、スキルを選んで。そうやって安い靴買って失敗してるんで。ちっちゃい感じしますわね。なんだの ?6000 円ぐらい。いや、まあ、6000から8000ぐらいの間で一足欲しいなと思ってるんで、全然まともな靴が買える値段だと思うんです。回復しとくか。やりたくないにゃ。足パカパカはやりたくないにゃ。飲み物に頼ろう。トライセプス。さあ行くよ。二の腕をすっきりさせたい人におすすめ。店でいいデザインの靴が見つからないとさ、結局ネットになっちゃうんだよ ね。でそうなると、じゃあ楽天とかでいいのって言うと、楽天とかは返品対応してないし、多分してても送料かかるから、やっぱりアマゾンのお試しなんちゃらみたいなやつ試すしかないんですよね。よし、自分を追い込んでいこう。いいね、その調子、ラスト1回。みんなあれ使ったことある？よし、痛い。行くよ。背中が丸まらないように気をつけて。いいね、いいよ、その調子。 OK、 最高、いいよ。2でしか入ってねえやん。ボスの体力2でしか入ってねえ。1ミリ未満だろ、減ってる体力がよ。いいよ、スニーカーがいいな。 OK、
いやそうそうだ、スニーカーでいいのが見つからなすぎて一回女の靴に戻ろうかなと思っている。オッケー完璧だね。でも女の靴さ、だいたいさ、ほら靴下が足の甲が前面に出てるよみたいな靴じゃないとおかしく見えるじゃん。足の甲を出す靴が女の靴みたいな感じじゃん。そうなるとね、じゃあサンダルでよくねってなるし。でもサンダルは雨の日滑るっていうし、なかなか手強いね。難しい。ハサミレッグ。しっかりと足を交差させよう。立ち上がろう。腹筋ガード。早く動ける分足パカパカより楽だな。しっかりと押し込み続けよう。オニツカとか割と幅広でね。聞いたことないそのメーカー。普通にそこら辺の店で売ってる有名なメーカー。知らんな、どういうデザイン？見たらわかるかも。回復しとくか。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。お尻、背殿筋のストレッチにおすすめ。ゆっくり戻そう。ゆっくり戻そう。よし、気は抜かないで。だからそのメーカーの名前的に女の靴出してなさそうじゃない。出してんの。息を吐きながらお腹に力を入れて。カウントをしなくなってるのくさ。助けてね、私に運動が楽しいという気持ちを与えて。肉体労働者みたいな二の腕ですね。この腕が、この二の腕が細くなる時なんて来るの？あしんどいってスムージー飲ましてくれ。ステップアップ。オニツカタイガー派おしゃれスニーカーをめでレディースも普通に力くしっかり動こう。おしゃれスニーカー多めのレディースも普通に。おびりんぼう大会みたいな米型から楽しんでね。こんな人の言葉で踊らされない人間だけど。あと10回。よっしゃ、やっと勝った。3日ぐらいかかったこいつ殺すのに。なかなか手強かったね。実際にノーデイスケとかどうなんだろうね。あーでもエステとかって結局なんかお試しで行った結果、二の腕引き締まってるよ、干したいか。意味わかんな。295。さあビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。腰を下げてスクワットパワーを全身を伸ばして。30分で終わっていい？何だろうね。まだ30分しか経ってないってマジって感じなんだけど。あ
おもんなですから、わら。あれどうしたの、なんかポットが喋ってる。SJ 行ってみてーで話し切るのやめろ。すいませんでした、ちょっと待って。何言ってんだ。あ、普通に英文化してんのかなんでかわかんないけど。いや、エステ行ってみて思ったのはね、なんかこういう精神的な癒しも与えてるだけで、そんなに体全面にいい影響を与えてるのかって言ったらそうでもないと思う。でマッサージ行って全然めちゃめちゃ体軽いなって思った時あるけどもだ、全身マッサージ系以外は微妙なんじゃないでしょうか。聞いてみたけど文句か、ごめんちゃみん。いやでも全身マッサージはマジで代謝良くするのって大事なのかもね、汗すぐ流すって。じゃあ暑いとすぐ汗流れるんだけどな。わうちも積極でわーっつって終わりてんわ。よくね。いらっしゃいませとかじゃなくて、わーで終わるんだ仕事。最高じゃん。これ、この服買うのにサファイアっていう宝石がなくなるんですけど。信じられない。わー。わー。わあ、はあ、ほくさ。わあ。もう30分やる？フェクスやる？いや、フェクスやるにしてもシャワー浴びないとやれんて。顔汗だらけじゃん。やりたいんですけどね、雑談ネタが全然溜まってないので。イカワナミの語彙力、ね、こんな世界で来てえな。よし、終わろう。今週頑張ってもう一回やるわ、どっかで30分。それでチャラでね。うん、ない。そうそうそう、あのまた下割る身長かけるなんだっけかな、股下の長さ×身長じゃないな、股下の長さ割る身長 ×100% で足の長さの基準が分かるんだって。今やってみる。股下ってどこまでが股下？また？また？ここ？股下って腰までじゃないよね。股だよね。75。さすがに股の下までじゃね。だよね。おお、あった。また下ですからね、わら。75割る165かける100。45。45% は普通だって。おもんないね。うちの足の長さは普通なんだって。これ足の長さの計算式ですって言ったっけ？言ってない気がするわ。今足の長さの計算式の話をしてました。私の数字は 45% でしたけど、45% は普通の足の長さでした。以上。終わります。あれ、おつです。